つもご視聴ありがとうございます。今回は先日終了しました12月の結果発表、こちらをやっていきたいと思います。動画の内容はこのようになっております。12月の当チャンネルビタ戦のクロス取引結果をすべてお見せします。一般信用、制度信用別でまとめました。最後には2022年トータルでの結果もまとめております。今月は過去最大となる資金を確保し、2022年最後のクロス取引に臨みました。それでは行きましょう。12月は資金調達が最大重要課題であると考え、2種類の方法で資金を調達しました。まずは動画でもご紹介した現物株の信用変換、これによって本来なかった現金余力を引き出しました。そして定番となった銀行系カードローンにて短期融資を引く、今月は無利息特約の適用がなかったため12月28日まで融資を実行するかどうかを待って確保できた後に借り入れを実行しました。イオン銀行、楽天銀行、PayPay銀行の3行で楽天銀行のキャンペーン金利も適用され、平均 8.76% の金利です。日数は8日間にて融資実行、すでに全額返済済みです。まずは一般信用からいきます。スカイラーク、定番のこの銘柄は11月11日から毎週追い上げて11月25日で目標の1000株に到達。スカイラークは11月比較的楽な状態でしたので追い上げはそこまで有効ではありませんでしたね。11月18日、富士屋を実行。ここは残高を見て早めからの実行でした。この後はかなり厳しい状況が続きました。12月2日、シークス、バリュー HR、2銘柄を実行。バリュー HR はレア銘柄でしたが、早朝の5時に確保成功となりました。12月8日、SBI 証券、フライング実行初日からは、この3銘柄をセレクト。あわよくば逆火袋へ持ち込むことも想定しての結果でしたが、最後まで需給は悪化せず見送りました。12月9日からマクドナルド、定番のマクドナルドは12月9日から毎週追い上げ、これは理想的な追い上げクロスとなりました。12月9日、週末には帝国繊維、こちらをセレクト。クオカード単体で見ればそれほどいい利回りではありませんが、おまけを考えるとそれなりに優秀です。 SBI 証券通常初日からはグリーンズとゴルフダイジェストオンライン、いずれも精度のできない銘柄で通常初日から行きました。ゴルフダイジェストオンラインはこの後もしばらく余っていましたね。グリーンズは対象となったことがこの時点ではあまりマークされておらず、比較的簡単に抑えることができました。12月14日、富士オフード、ここは視聴者さんも多く取れた報告があり、おそらくそれなりに出ていたと思います。アルペンは12月15日、 SMBC 日興証券の厳しい状況を見てここから入りましたが、この後は SBI 証券でも厳しい状態が続きました。12月19日、カルタホールディングス、毎日 SBI 証券に参戦し、何か取れるものはないかと丁寧に拾っていきました。アシックス、L 指定の銘柄で、長期とすることで100株からもらえる魅力的な銘柄、最後まで100でいくか300でいくかを迷い、結局300で利益も回収して、長期移行をセレクト。最終日での追い上げで300株確保としました。6月からは100株でいけるので、資金効率がアップします。SMBC 日興証券、最後の週末からは、ユーグレナ、こちらをセレクト。ここの優待価値は未知数ですが、行ってみる価値はある、と判断しました。週末の SBI 証券、ここで物語コーポレーション、ずっと余っていて、仮押さえを繰り返していましたが、このタイミングでなくなったため、そのまま実行しました。ここから最終週です。SBI 証券からは、坂田インクス、ここは長期で倍増が狙えるロングカバー銘柄、6月期の処理を考え、あえて SBI 証券を選択しました。
SMBC 日興証券の最終日、昼休みからは、オークネット、バリュー HR、200株追加、パンパシフィック、この3銘柄をセレクト。他にも浮いている銘柄はありましたが、資金もかなり厳しい状況で諦めました。12月29日、権利落ち日になりますが、ここはまだいけます。日清製糖は、あえてここまで制度買いで持ってきて、現渡しした資金で減引としました。少しコストはかかりますが、その分現金を生かした方がいいと思い、このような形としています。一時保有、イグジット戦略銘柄です。イグジット戦略とは、買いで持ち続けない手法で、権利落ち日に取得価格に長い期間指定で差し値を入れて売却を目指します。ジャパンクラフトは11月10日に取得し、そのまま持ち切って12月29日に643円でイグジット完了となりました。わずかな譲渡益が乗り、利回りは 3.82% となりました。6月までにどこかで再取得を目指していきます。グリーンランドリゾートは12月14日に取得、現在もイグジットできていません。ここは配当もあるため、配当分も乗って、利回りは 4% 近くまで伸びました。しばらくはイグジットできそうにないですが、できなければ持ち続けるのがイグジット戦略ですので、差し値を変えることはありません。ここからは制度信用編です。逆非分5日であっても、制度信用を捨てることはありません。まず停止狙いで入っていたこちらの2銘柄、シンシアと選手会は止まらなかったので、当日逃げです。資金拘束を避けるための逆ヒブクロスで持っていきました。これが一番の失敗でした。ドラフト、持ち切りを選択し、5日のマックスを被弾しました。マイナス 7% ととんでもない結果になってしまいましたが、ここの株数から高くはならないという読みが大きく外れました。ここも大失敗でした。ジャパンインベストメントアドバイザー、逆ヒブ自体は想定通りの安値でしたが、実は解約されていたようです。12月26日、解約の発表があったようです。このタイミングでの解約は把握しておらず、何ももらえないものに制度で飛び込むという失態でした。一応配当分の回収は後から可能なため、傷はありませんが痛いところです。アエリア、ここは額面300円ながらクオカード、それでありながら受給が良かったので、悪くない選択でした。狙い通りの無傷で配当取りとなりました。配当分を考慮すると、クオカードプラス36円の利益となります。ヒューリック、一般でも取れる銘柄ですが、あえて配当取りを果敢に狙っていきました。結果は想定ミドル決着へ、実質コストは配当分を加味し、43円を受け取りながら、優待を受けられる状態を作れました。アウトソーシング、こちらも配当取りを狙って飛び込み、狙い通りリードを持ち切っての配当取りとなりました。158円を受け取りながら、クオカードの配当取りクロス成立です。最後にわずかな資金があったため、クックパッドへ入ります。ここは無傷で間違いないとの見立て通り、無傷でした。コストは3円ですが、配当はありません。12月結果です。合計投資金額973万1000円、内借入金190万円、他には現物変換の資金も入ります。借入金利を差し引いた純利益7万3138円、利回りは 0.76% となりました。全体で見れば悪くない結果となりました。続いて2022年の合計結果です。合計投資金額は5847万3280円、想定利益額は44万7001円となりました。税引き前利益ではありますが、十分な成果です。自己資金は590万円、ここに対し借入や資金回転で投入資金は5000万を超えました。倍率は 9.91 倍と約10倍の資金を動かせました。自己資金に対しての実質利回りは 7.64% となりました。これだけの成果が出せたにもかかわらず、
資金は全額回収できているということは、破格の利回りではないでしょうか。2023年は、さらなる借り入れ枠の確保、繁忙期を中心として、積極的な借り入れを活用し、さらに資金を膨らませていきます。口座運用にも力を入れ、より効率的な運用を目指します。最後まで見ていただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。